ご視聴ありがとうございます。この動画は、1980年代のパソコン事情、8ビット戦争、16ビット戦争を通して、パソコンの歴史を楽しむ動画です。前回からの続き、1980年代初め、日本のパソコン市場は、群雄割拠の中から、シャープ、NEC、富士通が台頭。群雄割拠から三強時代へ移っていった。まさに、三国志だね。ここで、三国、シャープ、NEC、富士通について案内します。まずは、シャープ、1912年創業の家電。精密機器を得意とする会社。電卓、組み立てマイコンなど、コンピューター黎明期から多くの商品を送り出す。特に、組み立てマイコン、MZ80 家は、ベストセラーとなり、多くのユーザーから支持された。次は、NEC。1899年創業の情報、通信系を得意とする会社。PC8000 シリーズ。PC8800 シリーズがベストセラーになり、日本パソコン市場の雄となる。最後に、富士通。1935年創業。メインフレームと言われる、大型コンピューターなどが得意の会社。シャープや NEC などより参入は遅かったが、FM シリーズで多くのユーザーから支持され、パソコン三国志の一角へと。さて、この三国志の中から天下統一をするには、戦略が必要だよ。戦略？戦略とは、ユーザーのニーズを理解して、自分の強み、弱みを知り、ユーザーのニーズに合わせた商品を提供することだよ。なるへそ。ということで、ユーザーのニーズである市場について案内するよ。市場には、大きく分けて、法人向けのニーズ、個人向けのニーズ、があるよ。法人向けとは、主に、企業のビジネス用に利用するニーズだね。パソコン市場だと、ビジネス向けパソコンだね。そして、個人向けは2つに分かれる。入門用とマニア向きだよ。入門用は、パソコンを初めて触るユーザー向けだから、低価格で最低限の機能の商品を提供する。マニア向きは、高機能で拡張性の高い商品を提供する。なるほど。次回は、パソコン三国志、シャープ、NEC、富士通の強みと弱みについて案内します。